海外ドラマ字幕なしで聞き取れるようになりたい。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日はイングリッシュドクターの西澤ロイさんゲストに来ていただいてます。 MMC さん40代女性、海外ドラマを字幕なしで楽しめるレベルを目指すのは非現実的ですかっていう形なんですけど、どうですかね。いや、結構レベルは高いですけども、ぜひ目指していただくといいと思います。それがやっぱ好きな方、僕も海外ドラマ分かるようになりたくて頑張ってリスニングやりましたし、カバサワさんも映画、そうですね、はい、ですし、私がアメリカのシカゴに留学した時に、最初ほとんど聞き取れないんですけど、一番役に立ったのはドラマですね。 SF ドラマのギャラクティカってやつですね。アニメのコメディのサウスパークっていうやつ、この2つは全シリーズ見て全部聞き取れるようになったというぐらい見たんですけども、ドラマによってもいろいろあってですね、政治ものは無理ですね。難しい用語とかがたくさん出てくるのできついです。あとコメディとかもスラングとか、要するに学校英語で絶対習わないやつがすごい多くて、かなり上級編になってくるので、作品を選ぶってことが結構重要なのかなっていうふうに思いますけども、さっき言ったギャラクティカっていうのは意外とセリフとかが少ないんですよね。沈黙が多いんですよね。で時々こう重要なセリフが出てくるんですけども、バーッと最初から最後まで言葉だけでやってるコメディみたいなのあるんですけど、あれを全部聞き取ることは今私の語学力でも全く無理なんですけど、ものを選べばですねできるようになっていくし、その自分の興味と合わせながらね、コンテンツを選ぶってことも結構重要なのかなって一つ思いますね。あとはその多分上達法もお知りになりたいと思うので、例えばなんですけど、トイックだったりとか、そういう教材の英語は聞き取れると、テストの英語は聞き取れると、でも生の英語になると聞き取れないという方が結構多いわけで、そこに僕は生の壁みたいなのがあると思ってるんですけど、そこであんまりこういう指導する人いないんですけど、僕はそこで大事だと思ってるのは、推測をしないで意味を考えずに聞くみたいなことがすごく大事だと思ってます。英語結構聞き取れる方でも生になると苦手って方はもう推測がかなり入っちゃってて、なんかこう経験値でカバーして状況で推測してみたいな、だから音だけに集中するという聞き方ができてない方が結構多いんですよ。で僕はそこでそういう推測をしないでいただいて、意味を考えたりもしないでいただいて、音だけに集中してしっかり耳を鍛えるというところをトレーニングしていただいたりするんですね。そういうことをやると海外ドラマとかその生の英語も聞き取れるように上達しやすくなりますので、推測しないとか意味を考えないことをお勧めします。あとそう、私やってるのはシャドーイングってやつですね。セリフを言ってるのを自分で後から追っかけるように自分で言いながらですね、ブツ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 言いながらドラマを見るっていうですね、そういうあれですね。映画とかももう大好きな映画とかだったら何回も見てると覚えちゃってる人とかいると思うんだけども、そういう楽しみながらやるって大切ですよね。そうですね、やっぱり私も英語を勉強する以上字幕なしで映画を見たいというのはやっぱり映画ファンなのでずっと思ってましたけど、大体向こうに行って1年半ぐらいで結構聞けるようになって、2年ぐらいになると相当聞けるようになった感じはありますますね。私はアメリカにいた時に多分年間で100本ぐらい見てたと思うので、200本ぐらい映画を見るとかなり字幕なしでも8割ぐらい聞けるようになるっていうのが、私なりの数値目標ですね、数値的な目安ですね。だから200本だと400時間ぐらいヒアリングするといいと思います。あとぜひやっていただきたいのは、聞き取れなかったところを今だと英語字幕で見返すことができますので、聞くときは英語の字幕をね見ちゃいけませんけども、聞き取れなかったことは必ず英語字幕を出して確認するっていうことが必要かなと思います。という形でぜひですね、海外ドラマや字幕なしで、あるいは映画とかをね字幕出してみるって本当素晴らしい楽しいことなので、モチベーションが上がりますし、常にってことじゃなくても、とりあえず今お持ちの DVD だけでもね何回か聞くとですね聞き取れるようになると思いますから、ドラマっていうのはね最高の英語教材だと思いますので、ぜひねそういう勉強っていいんじゃないかなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。